We all have so many things to worry about in life. But you know, we are young and wild. Enjoy and feel special. Because there's nothing stopping us. そう、この日は土曜日。いつもより多くの人でにぎわう渋谷の109に TWICE がサプライズで登場したんです。皆さん、渋谷109の前にやってます。突然現れた TWICE にあっという間に人だかりが。すごい人混みだと思うんですけど。パレットのカボゴス、早く行きたい。早く行きたい。じゃあもう行きましょう。行きましょう。こちらです。ということで早速店内へ。すると、やばいです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 、どうしよう。待って待って、信じられない。泣いちゃって。本当に泣いちゃう。私なんですね。はい、もう目の前で来るってこと。本当に嬉しくて。ざわついていたのは店内だけではないんです。この時、TWICEの目撃情報が次々とアップされ、Twitterもざわついていたんですよ。やばい！優勝おめでとう！なかなか近寄れずにいた女の子たちに TWICE のメンバーは積極的にコミュニケーションを取ってくれました。しかも目の前で生 TT ダンスをプレゼントしてくれることに。18人で TT ポーズ。サプライズは大成功で終了しました。死んじゃうな。生きててよかった。もしも目の前に突然 TWICE が現れたらどんな反応をするのでしょうか。 TWICE のメンバーがインタビュー場所に先回り、お店の中に隠れてもらい、ファンを驚かせるドッキリで検証しました。スタンバイができたところで偽のインタビュースタートです。トワイスさん、すごい、そんな好きなんですか。本当に大好きなんです。本当に好き。マジで大好き。涙出ます。本当に大好きすぎて。2人に気づかれないようにこっそり後ろに忍び寄るメンバーたち。こんなに大好きです。なんでそんな好きになれたんですか。私ずっとTWICEの魅力を熱く語る2人の後ろには大好きなメンバーが勢ぞろい。大興奮の対面は30秒後です。TWICEの魅力を熱く語る2人の後ろにメンバーが。ナヨンっていう女の子 でそこからナヨンちゃんをずっと追ってて、16っていうオーディションのイベントに出るんだよっていうのを聞いて、もし TWICEのサプライズ登場に泣いてしまう2人。おいらみやん、はじめまして、 TWICEです。どうですか、今の気持ちは。言葉にできない。大成功じゃない。どうなの、ダンスとかも踊れたりするの。踊れます。ちょっとやってみよう。ということで、早くも完コピしたという新曲で TWICE と夢のコラボレーションです。
ます今なら今完全にですこれですもう本当にやられます続いては今一番会いたい人が TWICE という12歳と15歳の姉妹果たしていつか日本にデビューすると思うんでその TWICE の皆さんにちょっと TWICE の皆さんにメッセージを送ってもらっていいですか大好きです絶対会いに行きます大好きですこれからも頑張ってくださいじゃあ会ってみたいですかはい私たちも会ってみたかったですわまだ別にのメンバーに皆さん大興奮していました알았죠? 우리 인경양 어, 왜 울어? 안녕하세요. 입니다. 이어서 여성 팬 등장. 와, 안녕하세요. 왜 인력 있게? 아니 그냥 존재 자체가 저를 행복하게 해줘요. 아 그래요? 제일 좋아하는 노래가 있다면? 아, 시그널이죠 당연히. 시그널. 우리 언니들 사이에서 같이 한번 가볼게요. 아, 이거 뭐냐? 제일 아, 괜찮아.